打倒ムエタイをテーマに掲げ、その大きな目標に向かい常に挑戦を続ける立嶋篤史。戦いにかける情熱、一歩も引かぬ戦いぶりは多くのファンを引きつけてやまない。これはレイジングホース立嶋篤史の数々の名勝負を綴った記録である。WKA 世界スーパーバンタム級王者清水貴博、常に立嶋と並び立ってきた全日本キックの龍子がついに激突する。この頂上対決を制した者が真のエースとなるのだ。
ライバル清水を下し、ついに全日本のトップに立った立島が次に迎えるのは、マーシャルアーツのエース山崎道明。和製ユキイデの異名を取る山崎は、前進してパワフルな攻撃を展開する立島と同タイプの選手だ。共に引くことを知らない両者のキック最強決定戦。山崎を連覇したものの、伏兵前田健作の前に判定負けで全日本フェザー級のタイトルを失った立島。再起戦はムエタイ戦士カチュンカイサーハイシンとの一戦。次の11月には
本場タイの現役ランカーピーマイとの対決が決定しているだけに、負けることのできない前哨戦である。打倒ムエタイを目標とする立島にとって、初めてのビッグチャンスが巡ってきた。ピーマイはこの一戦の直前にランキングを外れたとはいえ、現役バリバリの強豪選手、かつてない強敵を相手に燃える立島がどんな試合を見せるか。
前田健作の持つ全日本フェザー級王座への挑戦権をかけた中島隆との一戦。中島はその前田健作に一度は敗れたものの、タイトル挑戦権をかけた試合では見事肘で KO 勝ちを奪っている。この試合でもここ一番で発揮される勝負強さは要注意だ。
ピーマイを超える最強の刺客ジョン・パデット・スックがやってきた。タイ国ラジャダムナンスタジアムのジュニアフェザー級4位、本場タイのバリバリの現役ランカーだ。得意のパンチでダウンの山を築き、驚異の KO 率を誇る男。この試合の後には、僕はもうこの世にいないかもしれないと決死の覚悟で立島はリングに向かった。全日本フェザー級タイトルマッチ5ラウンドを行います。赤コーナーチャンピオン前田健作、ジョン・パデット・スック戦での壮絶な KO 負けの後、本場タイで強豪ペットンガンと激突、大逆転 KO 勝利を収めた立島。もはや敗戦のショックもなく、自分の戦績に傷をつけた前田は許さないと激しい闘志を燃やし、この一戦に挑んだ。